強くなりたいし、まあ世界に自分の名前を載せたいっていうか、まあ載せたいっていう気持ちがあって、で、あとベルトがかっこいいから始めました。永田大志選手と寺地健志郎選手と井上尚弥選手とマイク・タイソンとロマチェンコです。で、あのみんな筋肉が生えててかっこいいから、俺もそういう風になりたいです。本当は試合に出たいんですけど、なんか出れないってなんか嫌です。ので、まあ、コロナが終わったら、まあ一応出たい気持ちでいます。スパーリングと、まあ、マスとくぐる練習と、まあサンドバッグを叩く練習が好きです。で、そのスパーリングをやりたい理由は、まあ実戦試合とか出るときに出せるようにしたいから、まあ一応練習みたいになんかやっています。で、あとマスもまあ練習みたいにやっています。で、サンドバッグダッシュはなんか相手だと思って打っています。それがなんかちょっとだけなんかちょっと楽しいと思っています。今は小学生なので、一応目指すところはプロボクサーです。で、それから世界チャンピオンまで上がりたいです。それでいろんなベルトを持ちたいです。